あいつ来てたいつだったかな今年今年来てましたよ、うんうん、普通に歩いてましたけどね、うん、だからもうあのー、またね、えー、ベイスターズが、えー、キャンプとキャンプがスタートするのがもう楽しみでねうん、うん、まあ来年かなり期待できるんじゃないかな でーね。ーズうん、きっと、うん、きっとやってくれます、ね。はい、ということだね。はい、えー。日本シリーズもね、えー、終わりました、えー。まあそれ以外にねこの一週間で、えー、またあったのがまああのトランプ大統領のね、はい、あの、えー、訪日ってことで、うんうんうん。まあ日本からスタートして、うん、えー。もう今日から韓国にねうん、うん、入ってんだけど、あ今日から。うん。 韓国のもてなし、ひどいね、ひどいあれば、なんですかあのー、<coughs> 竹島をまあドクって呼んでるじゃん、はい韓国は、うんうん、そのドクの近くで取れてるあのエビを、うんあのー、食事にわざわざ出したりとかしてね、その PR するために、ドクトは自分たちの領土なんだとか。 竹島はね本当は日本の領土なんだけど、うん、それをアピールしたりとか、うん、その食事会に元慰安婦の人を呼、うん、んだりとかさ、うん、もう、うん、本当にやり方がもう汚い汚いこんなね外交のやり方あるかなと思ううあのーだあのー、相手をけなしていることで自分たちの存在感を保ってるわけ。 敵を作ることによってそれどっかで聞いたことないこのセリフあるねある <laughs> でしょ、うんまあ、沖縄の,あの辺野古であ、ね、あの反対反対してる人も一緒、うん、もう反対反対っても敵を作ることによって自分たちの存在をね、あのー、唯一こう PR してる人たちっていうのは、うん、もう独特だわけ考え方がそうじゃないと、あのー、やっていけないわけ もっとポジティブにさ自分たちはこんないいこともできるとか自分たちと安保のね平和の提携すればこんな素晴らしいことになるとかさポジティブなアピールをすればいいんだけどさそうじゃなくてこういうなんか変なさ歪んだ考え方っていうのが大嫌いだわけや。 絶対仲良くなれなれいと絶対にいくら日本が友達になろうって手を差し伸べたとしても、うん、向こうの性格上そういうもんだからあ<ー>敵を作ることによって自分たちの存在価値を得るわけだからだから一番近くであの敵対しやすいのは日本だわけだからずっとも歴史的にそうだしこれからもずっとそうだわけ。 うんんなか疲れるね、うん、同じようにあのー、まあえー、日本のね、うん、一時期領土だった時にいろんな学校を作ったり道を作ったりってインフラをあのー、やってあげてもさ、うん、そういう思いは一切ないけどうん、うん、一方台湾でも、うん、同じように日本軍がね、うん、そのまあ、台湾が日本の領土だった時に、うん、いろんな教育とか。 あ、橋かけたりとかさ、同じようなことやってんだよ。同じようなことやってても、一方のもう台湾はすごい親日じゃん。ね、東日本震災の時も、もう四十億だ、七十億だってすごい。本当に、ね、起業してくれたりとか、あの。日本の教育が素晴らしかったとかさ、そういうふうに、あの、言ってくれてるのに。一方で、は全く違う。全く違う国が。 国の植民地だったかのようにしか思えないけど。同じ日本の,の植民地だったのに、こうも違うのかっていう。うここの辺がだから国民性が出てくるんだよね。<ー>そもそも、なんで。そうだったの。うん。なんで。